1> 第1、ニカヤ公会議を描いた、聖教会のイコアタナシオス派は、キリスト教において、アレクサンドリアのアタナシオスの指導のもとに、父なる神と子なる神であるキリストは、同本質であると主張した派を指す用語。ラテン語表記から転写してアタナシウス派とも呼ばれる。同派につき、キリスト教を扱う専門的文献では、 ニカイア派、ニケア派等と呼び、アタナシオス派とはまず呼ばない。アタナシウス派は、アリウス派に対抗し、その後、キリスト教主流派において、正当と認められた一派として、日本の高等学校教育での世界史科目において、しばしば登場する用語であるが、キリスト教を扱う専門的文献にはこの用語は、ほとんど出てこない。まず第一に、アレクサンドリアのアタナシオスの主張は、 アタナシオスカズトによって始められたものではない。第一二回屋公会議においてアタナシオスがアリウス派に反駁したことで名声を得て、三位一体の強力確率が彼の主要な功績に数えられるのは事実であるが、アタナシオスは公会議にアレクサンドリア主教、アレクサンドロスの随行員、秘書として赴いており、その際の地位はタスク歳であって、主教の意向を無視して、 独断で行動できる身分ではなかった。特に、アタナシオスにとって死であるアレクサンドロスは、公会議以前からアリウス派に対する論爆を行っていた。また、アタナシオスの側に立った者の中には著名な聖人となった者もいるほか、アタナシオス英民後にアリウス派に反爆して第一コンスタンティノポリス公会議で、第一二回イ公会議での決定の再確認に寄与したのは、 カッパドキア三恐怖であり、アタナシオスカズトに三位一体論の協議、協理を期するのは適切ではない。このような事情もあって、キリスト教を専門的に扱う文献においては、アタナシオス派といった用語は使われず、代わりに、ニカイア公会議の地名に由来する、ニカイア派、ニケア派、ニカイア正統派といった用語が使われる。アリウス派は、 イエス・キリストの神聖を否定していたと言われることがあるが、アリウスも、キリストの神聖については、進んで、言おうとしていた。アリウス派とニカイア派の論点は、子なる神が、永遠の昔から存在していたか否か、子なる神は非造物か否か、その神聖は、同本質か否か、といった問題にあった。アリウス派の主張の概略を挙げる。 これに対し、アレクサンドリア主教アレクサンドロスは、この完全で永遠の申請を強調し反爆。ニカイア公会議においてはアタナシオスが、アリウス主義への反爆に活躍した。その結果、ニカイア公会議において、アリウス主義を異端と断罪しつつ、ニカイア信条が採択されたが、問題となる部分は次の通りである。パイユタシグマタウイプシロン。 ミュイプシロンニューイプシロンニューアルファーカッパロイオタニューイータシグマニューロイオタシグマタウ、ニュー、タウニューイプシロンニュータウシータイプシロン、ガンマイプシロンニューニューイータシータニュータウアルファー、カッパタウパイアルファータウローミューニュー、ガンマイプシロンニュー、タウプシロンタウシグマタウヨタニューカッパタウ、ウプシロンシグマアルファータウパイアルファータウロー、シータイプシロンニューイプシロンカッパシータイプシロン、 ラムダイタシータイオタニューウプシロン、ガンマイプシロンニューニューイタシータニュータウアルファパイオタイタシータニュータウアルファミューシグマイオタニュー。タウパイアルファータウロー、デルタイオタタウパイニュータウアルファガンマ、ニューイプシロンタウ、タウタウイプシロンニュータウローアルファニュー、カッパアルファータウパイタウガンマ、タウニューデルタイオタミュータウニューシータロパイウプシロンカッパアルファーデルタイオタタウニュ ミューイプシロンタウ、ローアルファニューシグマオメガタウイータロー、アルファニューカッパーアルファタウイプシロンラムダシータ、ニュータウアルファカッパーアルファ、シグマアルファローカッパオメガシータ、ニュータウアルファカッパーアルファイオータイプシロンニューアルファ、ニューシータローオメガパイシグマアルファニュータウアルファ。パイアルファシータニュータウアルファ、カッパーアルファニューアルファシグマタウ、ニュータウアルファタウタウローイオタタウミュローロ カッパアルファーニューイプシロンラムダシータ、ニュータウアルファーイプシロンタウローアルファーニュー、カッパアルファーローカイミューイプシロンニュー、ニューカッパローニューアルファーヨータゼーターニュータウアルファー、カッパアルファーニューイプシロンカッパロー。二回や心情の一部、シグマミューベータラムダタウイータ、カッパアルファーヨタアルファーまた我らは、シュイエスキリスト、神の御子、お父よりただ一人生まれたるもの、神より出たる神。 光より出たる光、真の神より出たる真の神、作られず、政府と同質なる味方を信ずる。その主によって、万物、すなわち天にあるもの地にあるものはなり、また主は、我ら人間のため、我らの旧のために降り、肉を取り、人となり、苦しみ、三日目に蘇り、天に昇り、生きているものと死んでいるものとを裁くために来たり、賜うのである。 ニカヤ新城日本語訳の一部、新城州全編日本キリスト教、協議会文書事業部新教出版社1955。このように、ニカヤ公会議は、イエスキリストについて、以上のように、神の御子来たり賜うとまとめたが、父と子は、同本質であるとした定式の妥当性をめぐる議論は、その後も継続した。同本質の語位からは、ニカヤ派から異端とされた、 サベリウス主義への傾斜が警戒されたためであった。父とこの同本質をめぐる最終的な解決は第一コンスタンティノポリス公会議まで持ち越されることとなり、その決着にはカッパドキア三恐怖が活躍した。アタナシオスは古典ギリシア語からの再建音表記。現代ギリシア語からはアサナシオス。 キリスト教神学基本用語集。キリスト教大辞典ではギリシャ語から転写して、アタナシオスと書かれ、山川世界史小辞典、筆携世界史用語では、ラテン語から、アタナシウスと書かれている。英語、ニセアン、内ーンはいずれも、形容詞。ニケア派の恐怖たち、ニケア派の皇帝等。キリスト教神学基本用語集にもこの用語は、登場せず、また、 キリスト教大辞典は1200ページに及ぶ大辞典であるが、アタナシオス派、アタナシオス主義は単独項目として存在していないばかりか、用語自体の記述がない。地名ニカイアは、現代ギリシア語からは、ニケア。そこから、ニケア公会議、ニケア公会議といった表記も見られる。ニカイア派は、古典ギリシア語再建音のニカイアから、 ニケア派は現代キリシア語転写、ニケアから。アリウス派はイエスキリストが神であることを否定してはいなかった。トゥゲッターで、アリウス派がイエスキリストの神聖を否定していたと記された例が挙げられている。ただし大学受験向け世界史参考書において一概に、アリウス派はキリストの神聖を否定していたとしているかといえば、そうでもなく、例えば実況出版。 必見世界史用語では、神聖を否定とは書かれていない。他方、同書は、人間性を主張としているが、イエス・キリストの人生は二回や派も認めるところで、論点にはなっておらず、別の面での語尾が見られる。ありがとうございます。